はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、開発許可の中の開発区域内の建築制限について解説させていただきます。開発許可をもらったら、開発許可をもらったその区域、開発区域ですね、その開発区域の土地を工事することができます。ブルドーザーを入れて土を取ったりとか、土を入れたりとか、まあそういったことができるようになるんですね。で、その工事、土地の工事が終わったら、工事の完了報告というものを行います。これで土地の工事が終わりましたということなんですね。なんで土地の工事が終わったら次何するかっていうと、建物を建てていくと、まあいった段階に入ります。で、ここでこの開発区域内の建築制限っていうのは、その工事を行うこの区域でどんな建物を建てていいのか、どんな建物を建てたらダメなのかっていう内容をお話しするんですね。で、まず2つに分けるんですけども、工事完了の広告があるまでとあった後、この2つに分けて考えます。つまり完了広告前ということは、まだ工事が終わっていない状況の話ですね。上は一方で、土地の工事が終わった後っていうのが下の話になってきます。で、一つ一つ見ていくんですけども、まず、完了広告前の話です。つまりまだ土地の工事を行っていますよっていう状況なので、原則建築物を建築するってことはできません。土地の工事を行っているわけですよね。なので、そんなところでいきなり建物バンって建てられたら困るわけですよ。だからそれダメですよっていう話です。で、一応今回は建築物だけしか書いてないんですけども、工作物も同じです。例えば倉庫だったりとか、そういったものも建設してはダメです。一応書いてないんですけども、もう含むって考えてください。で、原則は建物を建てちゃダメですよっていう話なんですね。ただし例外として、土地の工事をやっている間でも建てることができるものもあるんですね。それは何かというと3つあります。1つ目が仮設建築物、これは建てても大丈夫です。これ例えばですね、工事を行う中で、工事を行う人が集まるプレハブ小屋っていうのがあるんですよね。待合室みたいな感じですね、まあ、仮の事務所ですよね。ちっちゃいプレハブ小屋でちょっとパソコンいじったりとかする、そういった小屋です。そういったものは大丈夫ですよ、建てていいですよってなってます。で、2つ目が知事が支障ないと認めた時、都道府県知事が別にいいですよと言った場合ですね。これ市長も含みますからね。あの大都市の場合、横浜とか名古屋とか大阪の場合は、開発許可をする権限持ってるのは知事じゃなくて市長なので、まあ市長が支障なしと認めた時です。まあそういった場合は、建物建てていいですよ。支障がないと認めた建物については建てていいですよってことですね。あと、同意をしない地権者による建築。これどういうことかっていうと、開発許可の申請のところでもお話ししたんですけども、事前に地権者の相当数の同意が必要ってお話したと思うんですよ。土地の所有者、借地権者の相当数の同意が必要。つまり全員の同意までは必要ないということなので、同意していない人もいるんですよね。そういう人については自分の土地について建物を建てていくっていうのは別にそれはいいですよ。っていう話です。これが例外の3つですね。で、続いて工事が終わりました、完了広告された後どうなのかっていうと、原則予定建築物以外の建物は建ててはいけません。言い換えると、原則としては予定建築物だけ建ててくださいねっていう話です。これはどういうことかというと、開発許可の申請をしているときに、どんな建物を建てるか、用途というものを記載して申請するんですね。例えばここには建売住宅建てますとか、ここには商業ビル建てますとか、そのように申請をしているわけだから、その申請した内容の建物しか建てちゃダメですよっていうのが原則なんですよ。ただし例外として、予定建築物以外の建物も建てることができる場合があるんですね。それは2つあります。1つ目が知事が許可した時、まあ、これも市長を含みます。大都市の場合は市長が許可した時、その許可したのであれば、それが予定建築物以外であったとしても建てていいですよっていう話ですね。で、二つ目が用途地域内であるとき、これも予定建築物以外の建物であっても、この用途地域には用途制限っていうのがあるので、その用途制限内の建物であれば建てていいですよっていう話です。で、今回お話した内容、
赤文字については立てちゃダメっていう意味で、青文字については立てていいっていう話なんですね。なんで、まあ、ここはもう全てですね、頭に入れてください。試験で問われたら絶対解けなければいけない部分なんで、何度か復習していただければと思います。そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月。そろそろ実力はついてきていますでしょうか？実際弊社の受講師さんは、すでに模試を行っていただいて、コンスタントに40点前後取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ、宅建試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講師さんの中でも、中卒で元とび職、法律知識が全くゼロ。この方は7月中旬から受講していただいて、たった3ヶ月で一発合格しました。この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんで、あなたも今年合格できます。勉強始めたはいいけれども、なかなか理解できない。解けない問題がたくさんある。今年合格できるか不安。でも絶対今年合格したい。もしあなたがそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座はおすすめです。理解すべき内容は解説に書いてあります。具体例、考え方、関連ポイント、一緒に解説に書いてあります。分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してあります。もしそれでも分からない場合は、直接私にご質問いただければ解説させていただきます。今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。